二人とも、やっと来ていただけましたか。お、何かあったのか。ヌビレット様とフリーナ様が揉めているようなのです。その、様子を見てきてくれませんか。だから、僕はもうはっきりと言ったはずだ。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳も通用しない。失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということ。これを見るといい。ポワ村長の事故の犠牲者リストだ。私は皆、今回は止められなかった。だが同じことを繰り返すのはこの私が許さない。もう一度言う。知っていることを洗いざらい私に教えてもらおう。昨日、ポワ村長の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。これについて心当たりは？なんだい？急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。でも今、古い遺跡で見つけたと言った。ああ、それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず、残り3枚にはそれぞれ異なる絵が刻まれていた。全て予言と関わっていると思われる。予言。そのうち2枚目の石板には先代水神エゲリアが空に浮かぶ島に向かってひざまずき、罪を告白するような姿が書かれている。これについても何も知らないと。知らないね。そんな石板見たこともないから。もう一度問う。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕さ。知らないのも別に変なことじゃないと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い、裏で何か調査していることは把握済みだ。様々な証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていることを。水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だがエゲリアの秘密を知らないといい、
調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど浅はかではない。そして誠の愚者でもない。しかし君の行動は極めて矛盾している。ヌビレット、君はそんなに僕のことを気にかけてくれていたのかい？そんな風には見えなかったよ。君は僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり疑ったりしたところでまるで意味はないよ。君は最高審判官である以上、僕の部下であり僕に従うべきだ。君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、ただひたすら従えばいいのさ。いずれにせよきっとうまくいくのだから。僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おー、いけない、もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか。ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。あれ、バレてたんだな。フリーナは気づいてなかったみたいだけど。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわけにはいかないというのに。しかしどうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒む。事情を知るものであれば誰もがフリーナには秘密があるとわかる。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。それってどんな状況だよ。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせれば、あるいは。でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて、質問を回避するのが得意だろ。ちょっとでも動きを見せればすぐどっか行っちゃうし、どうやって逃げられないようにするんだ。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。できればいかなる形であろうと、こういったことには加担したくなかったが、全ては予言を現実のものにしないために必要なこと。彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。そこに価値があるのならば、イチルの望みにかけるしかない。力を貸してくれる人物に心当たりがあると。
んなところに隠れるなんてよく思いついたな。ポア村長は最悪にあったばかりで、今は人が少ない。だから話し合いにはちょうどいいと思う。このマジシャン、オイラたちの隣に座ってさも当たり前かのような表情でお茶を飲み始めたぞ。家族は一緒に座ってひとときの安らぎを楽しむべき。ここでお茶をいただくのも悪くないね。どうかな、一杯。みんな話を聞いてちょうだい。それとも適当に誰かを選んでこの場を任せることにする？あんたはどう？無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を法廷のような雰囲気に変えてしまうだろう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス、つまり私がやらないと。これで私に注目してくれるね。前置きが長すぎる。確かにそうだけど、とにかく私たちの共通の友人である旅人がみんなを集めて今後のことについて相談したいんだってさ。具体的にはそうね、みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。へえ、なんだか面白そうだね。でしょ。まあトラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど、急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さあ拍手。はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば、職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって、上司からもひいきしてもらえるんじゃない？そうか。では上司はどう思いますか？上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。では、みな、狩りをしたことはあるか？ないと思う。小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴでノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは、そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウントする？うん。であればどれも本当の狩りとは言えない。みな、聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく、古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。そんな彼らはフォンテーヌ人のために独特な狩猟方法を残している。トラップを構成するものは次の3つだ。おとり、トリガー、拘束装置。獲物を処理する必要があれば、それに処刑器具も追加される。今ここにいる皆がトラップを作るとしたら、どんな構造のものを選ぶ？
僕はやっぱり鳩とかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ構造のトラップが好きかな。僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど、ま、これでも僕たち3人とも業界内じゃ実力者で通ってるからそれくらいの腕は持ってるよ。じゃあボア村長の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると魚が手の届くところまで泳いでくる、そういった感じのがいい。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。私は二人のアシスタントをやる。脳ある鷹は爪を隠すというものか。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるんだ。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば同類はおのずとついてきてトラップにかかる。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく直に問題を解決することがほとんどでしたから。でしたらもう一つ質問させていただきます。もし今私たちが大掛かりなトラップを作るとしたら、それはどんな形であってほしいですか？効果的でありながらも獲物をひどく傷つけるものではなく、また優しいものであってほしいと願う。慈悲深いお方だ。ただそれは拘束装置と処刑器具の設計に関わってきます。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。生と死は往々にしてわずかな一年の差でしかない。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと？うん、この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなものだ。高みに座す神を裁くのなら狩猟の100倍は胆力が必要となる。なるほど。なんだか面白そうだ。Thank you.
ここ数日ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。ふぅ、あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど、ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他の奴らはせいぜい驚いた程度だったぞ。え、おいらか？こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でもお前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって他の奴らがどんなに頼もしくても、オイラからするとお前ほど信頼できる奴はいないからな。ヒヒッ。で、あれ、お前いつの間にお茶なんか入れたんだ？オイラ気づかなかったけど。じゃあなんだこれ。見たことないコップだよな。そう緊張しないで、ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。私の声、もう忘れたのかしら。え、待てよ、この声確かにどっかで聞いたことあるような。あ、お前ってスメールにいた時わけもなく空から聞こえてきた声だろう。わけもなく空から聞こえてきた、その言い方間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。予言は当たるわ。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな、だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットの全てがそう簡単に変えられると思う？へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？
あなたがこれから見る様々な出来事は、果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうで、スケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを。テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。起きたばっかで、どうせお前は何もしたくないだろ。だからオイラが代わりに動いてやるだけだ。帰ってきた途端、あなたたちの掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。ムナ、まあまあです。スチームバード新聞に行って、以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。それって髪がピンク色の記者じゃないか。そうです、あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し、何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません。試してはみたものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。え、本当ですか。嘘、そんなことがあるなんて。神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通、神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであれば、おそらくただ者ではありません。N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。
でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。あじ、魔女界の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だって、それはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。うぅ、でもオイラ、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ転機があると伝えたいのでしょう。しかし、その転機がいつ訪れどういったものかについては言及していません。まさか今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。旅人、パイモン、大丈夫ですか？大丈夫だぞ。けどオイラ、ちょっと息が詰まりそうで。なんだか、世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。しかし、それでも私は奇跡を期待し信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない、目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。おお、確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また占星術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら、無駄口ではなかったようです。私はあなたが私と同じようにあがく人を助ける方だとずっと信じていますよ。きっとそのせいなのかもしれませんね、私たちがいつも偶然出会っているのは。なんだか今の言葉を聞いてたら胸の奥がキューってしてきたぞ。感動と悲しみがごちゃ混ぜになってる感じだ。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか？街中を歩きながら、いつもよく通る場所を見て回ろうぜ。
れどれ。水の下のメロピネ要塞はその気高くも自由で独立した運営体制を貫き続ける。だが誰もそれに関われないかといえばそうではない。先日記者はメロピネ要塞に潜入しようとするもかなわず。あいつまだメロピネ要塞に入ることを諦めてなかったのか。ある違法の友人が今回の記事の中心となる。金髪の冒険者と白い妖精は行く先々で話題が絶えない。その謎めいた彼女は水中要塞に入ったことがあるという。探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の旅人の物語は魅力と驚きで満ち溢れたものであることをお忘れなく。記者シャルロットの生涯の傑作、旅する姿、世を渡り歩いて。お、シャルロットのやつ、オイラたちのかっこいい写真を裏でこんなに撮ってくれてたのか。オイラ全然気づかなかったぞ。でも結局メロピデ要塞の情報を手に入れられなかったんだろうな。それで会いやすいオイラたちの写真を撮って記事にしたんじゃないか。あいつ、ま、写真もうまく撮れてて見出しもインパクトがあるから許してやろうぜ。最近のトップニュースって。お腹すいたぞ。入ってご飯を食べようね。いただけますか。ああ、他の人が。あれ、お前ってパレメルモニアのホールにいた。あら、君たちもケーキを買いに来たんですか。ヌビレット様の言葉を借りれば舌が肥えているようですね。え、ヌビレットがそんなこと言ったのか。ええ、ヌビレット様にも好き嫌いはあるんですよ。私の場合、ここのコーヒーとケーキが特にお気に入りなんです。へえ、お前ってよくここに来るのか。基本毎日必ず一回は来ていますね。毎日。毎日すべきことは仕事以外にケーキを食べてコーヒーを飲むことくらいですから。おお、じゃあもしある日もうすぐ閉店するから二度とここのケーキは食べられないって言われたら、お前はどう思う？なんで閉店するんですか？おいらにもわからないけど、多分明日になったら水が上がってくるから。
例えば予言にあったみたいに。予言、私はあんまり気にしたことないんですよね。でも、もし明日食べられなくなるとしても、今日も必ずケーキを食べますよ。人間がご飯を食べるのと同じです。明日、たとえ食べられなくても、今日食べられるのなら食べ続ける。人間はこれを生活と呼んでいます。そっか。そう悲しまないでください。あのケーキを2つテイクアウトでお願いします。さあどうぞ。この2つは君たちへのプレゼントです。人間のそういう顔は悲しい顔だってシグウィン先輩から前に聞きましたから。シグウィンと知り合いなのか？ええ、先輩は私より早く生まれました。たまに地上に来ては人間に関する知識を教えてくださっています。先輩が言うには、人間は傷つきやすい生き物で、笑顔になるには美味しいものを食べないといけないそうです。ですからここのケーキを食べてみてください。では、私は他に用事があるので、お先に失礼します。二人とも、ケーキを食べて、元気を出してくださいね。さようなら。行っちゃったな。このケーキ、食べようぜ。きっと美味しいはずだぞ。やっぱり前回より美味しかったな。ケーキを食べた後のお茶の香りも余韻がすごい良かったぜ。明日もまた来たいな。これからもここの美味しいものを食べられるといいけど。近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。あれ、旅人にパイモン。もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだんだろ。それなら心配いらないわ。君たちがこの前ポア村長にいるって聞いて記事の件で手紙を送ったの。けどその様子だとまだ受け取ってないみたいね。安心して、君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。それにごちそうも用意してあるの。本当か？やったぜ。シャルロットっていいやつだな。パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私が意地悪な記者だったら損してるわよ。ひひ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何か用事かしら。
て、その仕事ぶりを見たくなってここに来たんだ。君たち、もうフォンテーヌで会ったのね。それで、私のことを話してたんだ。なんて言ってた？考えたことをそのまま実行する有能な記者だってさ。それはよかったわ。で、その有能な記者は名高い旅人とパイモンに独占インタビューする機会をもらえるのかしら。あれ？今日の新聞に載ってたやつがそうじゃないのか？ううん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。二人には旅での経験や生活の心得とかを詳しく聞かせてほしいの。そうだぞ、そのオイラたちなんかでいいのか？もちろん、私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今じゃなくて、あと数日準備をさせてちょうだい。おう、じゃあ時間ができたら話そうぜ。それってオッケーってことね。やったー、早速編集長に報告しなきゃ。あとは照明や場所、セットも抑えないと。この辺で失礼するわ。じゃね、また連絡するから。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか？あ、何？もし、もしもの話なんだけど、万が一明日フォンテーヌが沈むとしたら、お前は今日何をする？予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だったらなんて考えたことなかったわ。もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ以前に、私は記者であり前線に立つ義務がある。それに故郷のことをそう簡単に見捨てられるわけがない。私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで自分がどう行動するかなんて予測できないと思うの。そういうことを考えるくらいなら、きっと成り行きに任せた方がいいんでしょうね。だから私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだなんて言わないでよ。自分が好きなことをするのが一番なんだから。ほら、考えても見て。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。私が書いたものは唯一無二の物語になる。そうでしょ？で、次に何をすべきだと思う？もちろん一刻も早く記事を書き上げて印刷してもらって、そして電書バトでコピーを世界中に届けてもらうの。私は無双家でも仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう記事を残せることを誇りに思ってるだけ。私って生まれながらにして記者になる運命だったのかもしれないわね。うん、これがシャルロットの答えよ。それじゃあ仕事に戻るね。いいな、急に羨ましくなってきたぞ。もうちょっと近くで海を見てみようぜ。潮風に当たりながら
海の景色を眺めるのって結構気持ちいいな。もしフォンテーヌだけじゃなくて明日滅ぶのがテイワット全体だったら、オイラたちはその時どこで何をしてるんだろうな。いや、もし何をするか選択できるなら、お前は何がしたい？ずっと前を向いて進んできたから、全然こういうのって考えたことなかったよな。あてもなくずっと歩いて、ずっと旅をしてる。まだ旅をしてるのか？なんだ、それってずっとやってきたことじゃないか。メロピデ要塞よりかはまだマシか。あそこは湿っぽいだけじゃなくてちょっとしょっぱい感じもしたもんな。お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え？お前は確かパレメルモニアの。ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。お二人はメロビデ要塞に行っておられたと伺いました。とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは分かっていますよ。今回もヌビレット様からの伝言をお伝えしに来たのです。今朝歌劇場で事件が起こったのです。マレショーゼファントムはこれを小規模の暴動であると定めました。暴動？私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリーナ様を責め始めたのです。予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、他の観客も感情に任せて彼女を責め始めました。応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様に対する弾劾がなされました。フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせいで募ってた不安の吐き口をやっと見つけたってところか。ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を失った瞬間、彼らが初めに責めるのもまた神なのです。え、あいつ大丈夫だったのか。フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめしたとだけ言い残して慌てて歌劇場を去って行かれました。マレショーゼファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払っていませんでした。ようやく落ち着いた頃にはフリーナ様のお姿はすでになかったのです。
ことかよ。はい、マレーショーセファントムが人手を割いてお探ししているのですが、まだ手がかりの報告はありません。でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから、たとえボートの手に落ちても人間の力ではどうすることもできないでしょう。はい、ヌビレット様からは状況をお伝えするようにとだけ申し付けられておりまして、他は特に何も。いや、情報ありがとな。これで十分だ。そうですか、わかりました。それでは先にパレメルモニアに戻らせていただきますね。お二人ともお元気で。よし、オイラたちは早速ポアソン町に行こう。こういう時フリーナは解決に向けて動くでもなく、どっかに隠れるに違いないぜ。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど冷たいやつじゃないってことも知ってるだろ。前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。ポア村長の災害の状況を聞いたフリーナは悲しみと自責の気持ちを隠しきれてなかった。まして今日は民衆の前で責められたんだから気にしてないはずないと思うぞ。あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわそうとしてる。その可能性が一番高いぜ。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここまで分析できたぞ。すごいだろ。ひひ、じゃあこんなところでごじょごじょ時間を無駄にしてないでポア村長に向かおうぜ。なんか寂しいとこになっちゃったな。生きてる奴らはとっくに避難したんだろうけど、災害に散らかされた跡しか残ってないぞ。フリーナはきっとここにいるよな。早く見つけ出そうぜ。諦めよう、もう無意味だ。見るがいい。ことは起こってしまったし、みんな死んだ。ごめん、本当にすまない。諦めよう、フリーナ。もうやめていい。すまない。でもそれ以外僕に何ができるって言うんだ。
誰だ。落ち着けフリーナ、オイラたちだぞ。コホン異郷より訪れた金髪の旅人か。あのわきまえない乱暴者たちがひざまずいて謝りに来たのかと思ったよ。フリーナ、お前泣いてたんだろ。涙の跡が残ってるぞ。え？泣いてたって？ああ、確かにね。今朝歌劇場でやっていた公演は実に感動的だったんだ。ついさっきまでそれを噛みしめていたのさ。ふっ、結局あの礼儀知らずの奴らに邪魔されてしまったが、神を非難しようだなんて。だから僕は消えてやることにしたんだ。神がいないと気づけばきっとまるでフライパンの上に乗せられたアリのようにオロオロするはずだ。ヌビレットもマレショーセファントムの奴らも死ぬほど焦っていることだろそんなこと、僕は。おい、あそこだ。水神があそこにいるぞ。ついてこい、早く。え？あいつら、お前を探しに来たみたいだぞ、フリーナ。そうだろうね。きっと僕に会いたくてもアポが取れない熱狂的なファンかな。こんなのはルール違反だよ。許すわけにはいかない。あ、逃げちゃうのかよフリーナ。早くあいつを追いかけよう。ここだよな。おい、フリーナー。ここに隠れるのにうってつけの部屋があるぞ。あいつらに追いつかれる前に早く入れ。え、何？ここって。早く、もう来ちゃうぞ。わかってるって。悪くないアイデアだ。君たちの知恵を称えよう。すぐに行く。情熱に負けるところだった。え？ああ。よしよし、いい子だな。どうしたんだ？今の振動、地震か？うんうん、ポア村長の災害の時も似たような地震があったもんな。まさか
また。そう心配するなよ。ヌビレットが緊急対応策を講じたから、今回は大丈夫なはずだぞ。うん、そうだといいけど。でも、ポア村長のみんなは、もう…そう、この数百年、僕は予言についてずっと調査し続けてきた。僕の情報網はすでに全テイワット大陸に行き渡っている。いろんな方法を試し、フォンテーヌの海面が上昇しないよう守ろうとしていた。しかし、どれも役には立たなかった。何年も前に身をもってこの事実を知ったんだ。天理を敵に回してはならない。予言にある情景はいつか必ず起きる。諦める？なんと素晴らしい響きだろう。それはようやく運命を受け入れられることを意味し、解放を意味する。はあ、僕は何度も諦めようとした。特にフォンテーヌがポア村長を失いかけてしまった後はね。運命は本当に理不尽で、規則になど従ってくれない。まだ予言は始まったばかりだというのに、もうあれだけの命を奪ってしまったなんて。でもついさっき分かった。人々の代わりに運命を受け入れる資格なんて僕にはないんだ。最後の瞬間が来るまではまだ遅くない。安心してくれ。僕はみんなのために希望を最後まで残しておくよ。おやおや、その僕はただたまには悲劇的なキャラクターを演じてみたいと思っただけだよ。やっぱり高貴な僕には似合わなかったかな。今言ったことはあまり気にしないでくれたまえ。僕にかかればフォンテーヌが予言ごときに左右されることなどないだろうからね。さっきのがお前の本心だったくせに。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが
舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客、そうだろ？あるいは君になら。はあ、僕は、皆さん、ウォーミングアップはこれでおしまい。ここからは神への審判のお時間です。なるほど、そういうことか。ふむ、ドラマのための努力を褒めてあげよう。でも僕は正義の神フォカロルス、すなわち正義の化身なんだよ。正義そのものを裁こうだなんて荒唐無稽に過ぎるとは思わないかい？その言葉、審判への拒絶と理解して構わないかね。ならば君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。神と決闘をするつもりか？どうやら君の決意は固いらしい。フリーナが投降した？そんな、水神が人間との決闘で投降するなんて。なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？ちぃ、いささか誤解があるようだね。両手を挙げるサインは必ずしも投降を意味するわけじゃない。どうせまた言い訳じゃないのか？今回僕が手を挙げたのは、決闘などもう必要ない、審判に向き合うと決めたからさ。今までずっと何かを避けてきたことは認めよう。ポア村長の人々を守ってあげられなくて申し訳ない。僕は審判を受けて叱るべきだ。失望したのは君たちだけじゃない。僕も自分自身に失望している。はあ、でも今こそ水神として勇気と決意を見せる時だ。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。僕が必ず君たちを守ってあげるから。さあ、喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場で想像もつかない幻想的な展開があるだろう。フォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、
神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお！歴史が動く瞬間を見られそうだわ。はあ、またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を受けさせられるのに。表現はちょっと大げさだったけど、今回のフリーナはきっと本気なんだよな。それで僕の相手は？告発人よ、前に出たまえ。おお、なるほど、いいだろう。君は告発人であり、見届けるものであり、そして僕の運命の相手でもあるということか。審判が始まる前に一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体どれほどの準備をしたんだい？それはあの日会議をしてから確かにずっといろんな準備をしてきたな。私たちスピナディロースらの任務が一番簡単で、さほど大した準備もしなかった。先に言わせて。スピナディロースらのナビア、今朝歌劇場で騒ぎを起こしたのはほとんどスピナディロースらのメンバーだったのよ。彼らは変装して観客として会場に潜り込んだ。そして機を見計らってあんたを避難するよう民衆を先導したの。予言の危機を前に民衆の神への不満はたまりにたまってた。導火線さえあれば爆発させるには十分だったよ。私たちが知る限り、ああいう状況に直面したあんたはきっと一人で逃げてこっそりポア村長に行くはず。だからそこにも別のものを待機させた。あの時の追ってもスピナディロースらのものだったというわけか。あっちにいたスピナディロースらのメンバーたちの目的はあなたを巨大なマジックボックスに入れること、つまりフォンテーヌ史上最高のマジックショーにお招きすることでした。そう、あれは部屋じゃなくてマジックボックス。このマジックは僕が初めて歌劇場で披露したあの移動マジックの超エクストリーム版です。マジックボックスの体積はなんと数十倍。移動距離はポア村長からエリニス島にまで伸び、そして移動させるターゲットも。人から神へ。フリーナ様、ありがとう。あなたのご参加がなければこの不思議なマジックを歴史に残すことはできなかったでしょう。どういたしまして？もちろんこのショーを準備するために僕たちはお父様の援助を得ました。
ハウス・オブ・ハースは多くの人員と財力を費やしたのです。場所を選び、巨大なマジックボックスを作り、トンネルを掘り、水路をつなげ、結構忙しくしてたんですよ。ということは、巨大なマジックボックスの中で感じたあの地震も、実は部屋が地下を移動していたことに起因するものだったというわけかい？そうだぞ。災害の影響とかじゃなかったんだ。ふん、ならヌビレットとクロリンでの任務は説明してもらうまでもない。ヌビレットは観客を集め、舞台を用意し、決闘代理人のクロリンでは決闘の準備をする。舞台に登場した僕をすぐ拒否権なき審判にかけられるように。そうだろ？ああ。ふむ、その勇気をたたえよう、クロリンで。神との決闘を前に一歩も引かないとは。さすが僕の自慢の決闘代理人だ。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないようずっと僕に話しかけて気をそらすことだったんだろう。最後に告発人として僕と対峙するまで。え？そうかい。どうやら僕は最後のチャンスを逃してしまったようだね。ああ、まあいい。今更言ってもせんないことだ。拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡す許可を得ました。審判を進めるのに役立つとのことです。え、シャルロットがオイラたちに？ってことはあいつも来てるんだ。あ、シャルロット、どれどれ、これってこの前あいつが書いてくれた独占インタビューの記事じゃないか？こんなに早く仕上がったのか？待てよ、この記事ってオイラたちがフォンテーヌに着いてからのいろんな出来事をまとめたんだよな。もしかしてシャルロットは、この記事は今まで見たり聞いたりしてきたこととか事件とかを手がかりとして法廷に出す手がかりノートみたいなものだって言いたいんじゃないか？まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。君たちは歌劇場で初めて対決に参加して法廷で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。君たちは歌劇場で初めて対決に参加して法廷で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。私もずっと追いかけてきた懸案が君たちのおかげで解決するとは思わなかったわ。これも縁ってやつかしら。ヌビレット様のご意見と有識の結論が食い違ったのは初めてよ。
この件については水神でさえわけがわからないみたいね。ファトゥス、彼女は本当に非凡な人物だと思うわ。あの方の判断なら価値があるかもね。メロピデ要塞が危うく破壊されるところだったっていうのに、リアルタイムでその様子を記録できなかったことは、私の記者人生で一番の心残りになるかも。ヌビレット様のお話では、あの時は講師もクジラもまだ原始大会にいたそうよ。ナビア、私は大切な友達を失うところだったのね。今考えただけでも本当にゾッとする。魔女とかそういう存在の言葉って、きっと何かが起きた時に初めてその本当の意味がわかるんでしょうね。双方席に着いたな。それでは審判を始めよう。煩雑な前置きは省くとしよう、ヌビレット。さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。僕は裁判にかけられる側、つまり今日の主役でもあるというのに、未だにどんな名目で裁かれるのか分かっていないんだ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解できないのは仕方のないことだ。だがそれは神に罪を言い渡す理由にはならない。そう、今日の議題は神であるあなたが何をしたか何をしなかったかってことじゃない。審判する理由はあなたが神なんかじゃないから。そうでしょ、フリーナ。待てよ、今何つった？フリーナ様が神じゃないだって？え、水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？にしても今の告発本気？告発を承認する。フリーナ被告、原告の告発内容を認めるか？フリーナ被告、認めない。もちろん認めないさ。僕、フォカロルス、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは属性の七執政の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律の女王、疑いようもない正真正銘の神だ。そうですよね、確かにフリーナ様は変わった性格ですけど、神じゃないだなんていうのはさすがに。疑ったこともなかったわ。ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかっただけなのに。あの人どうしてあんな告発を？この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。きっと僕の味方をしてくれるだろう。見るといい、有識も当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。勝算のない勝負に本気で挑むというのかい？今告発を撤回するなら、僕は正義の神の名において約束しよう。君を武国の罪には問わず、今日ここで起きた全ては皆を喜ばせる茶番だったことにするとね。どうだい？私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだけじゃなく
フォンテーヌの民衆の常識まで覆さなくちゃいけないなんて。そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問する番だ。もし僕が神ではなかったら、僕は何者なのだろう。少なくとも500年もの間、神倉に座っていたこの僕の命を支えてきたものは何だったというんだい？まず、お前は長命種で寿命がもともと長い種だって可能性がある。そうじゃなくたって他にも寿命を伸ばす方法はあるはずだ。ち、一体誰にそんなことを吹き込まれたんだい。召使いか、僕に汚名を着せるためにファトゥスの言葉まで借りたというのかい。呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っていたが、今思い返せば神とは関係のない単なる呪いの気配だったのか。やっぱりルビレットも気づいてたのか。フリーナ様がただの人間？人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能性もあるでしょう。まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、だからといって必ずしも人間だということにはならないだろう。それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはできないことができる。だから神と呼ばれているのさ。このフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げた神の技が数多く存在している。例えば今君たちが目にしているこの油脂最低カーディナルや、皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。でもタルタリアが理由もなく有罪って判決を出されちゃったことについては、お前だって詳しく理解してないんだろ。本当に油脂機の主なんだったら今になってもまともな理由を出せないなんておかしいだろ。そのことについてはすでに明確な答えを出したはずだ。神の決断というのはもともと凡人が理解できるようなものなどではなく、まして説明する必要もない。待ちたまえ、フリーナ被告。
君が置かれているこの状況を今一度理解していただきたい。法廷では審判そのものが全てのものよりも優先されなければならない。神である前に君は本日の被告人なのだ。審判の規則に従い、己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、状況は君にとって非常に不利なものとなる可能性が高い。そんな口実を使うなんて。口実などではない、フリーナ被告。これはあらゆるものが尊重すべき法廷の規則だ。つまりタルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらに油脂最低カーディナルの構造と原理すら実際お前は分かってないってことだな。お前が言ってた神の技だって実は本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか。本当の水神？そんなものいるわけがないだろう。僕は確かに行使の件の理由を詳しくは把握していない。行使の有罪判決は油脂が一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来ずっと独立して機能し続けてきたんだから。神の成仏に欠陥があったからといって神までもまがいものだと言うなんて不合理にも程がある。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠をオイラたちが出せないって確信してるみたいだな。神の力だって？観客席に一般民衆がこれほどいる中で神の力なんてものをむやみに使えるわけ？必要ならば私が観客席に結界を張ろう。そこまでする必要が？僕はその水神のくせに神の力どころか水元素力すら操れないのかよ。立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの正義に対する信仰は全て僕が立証混合エネルギーに転換しているんだ。皆の暮らしにエネルギーを提供するため僕は神の力を全て法的したんだ。さあ、僕よりも無視なる神など一体どこにいると言うんだい？それはさすがに強引すぎない？そうだよ。どれほど民思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。力を全く持たない神なんて果たして本当に神と呼べるのか。フリーナの説明じゃ民衆たちは認めてくれないみたいだぜ。そんな、みんなそんな疑いの目で僕を見ないでくれ。僕のことが好きだっただろう。僕は変わらずあのフリーナのままだよ。
君たちは僕の味方になってくれるはずだよね。僕の味方に。この告発が本当だとしたら、確かに重大な事件だ。私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん、それよりもっともっと昔の人たちまでが全員フリーナ様に騙されてきたってことでしょ。やめてくれ、もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば、本物の水神はどこにいる？本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ誰が水神だと言うんだい？こんな理屈があるなんて。どう反論すればいいんだ。フリーナのやつ本当に諦めが悪いな。違うと思うぞ。この手がかりは有力な証拠にはならなさそうだ。自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら、少なくともあんたがフォンテーヌ人じゃないって証明できる方法が一つあるよ。以降、法廷での発言は申請をしてからにしたまえ。たとえ旅人の相棒でも、臨時代理人としての資格が不可欠だ。悪いね、審判官様。あんたの規則を破るのもこれで最後だって約束するからさ。実はボア村長から海水を少し持ってきたんだ。ボア村長で起きたあの災害のことはみんなも知ってると思う。たくさんの人がこの海水に溶けていってしまった。私の一番の親友たちもね。さてフリーナ様、ボア村長のこの海水に触れる勇気はあるかしら。理屈から言えば、神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の影響も受けないはず。それどころか身分を証明できる何よりの証拠を手に入れられるってわけ。逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしょ。ただ一つだけ忠告するよ。これ以上人が海水に溶けるのなんかもう誰も見たくない。だから無謀な動きだけはやめなさい。
自分の罪を認めた方がずっと楽だと思うよ。スピナディロースラのナビア、スピナディロースラはポア村長をずっと管理してきたんだから、彼女なら確かにその資格はあるかも。もしもフリーナ様が人間ならフォンテーヌ人の可能性が極めて高い。このまま罪を認めるのか。フリーナ被告、これはあくまで原告側の一方的な主張であり、通常の審判におけるプロセスには含まれない。断る権利は君にある。審判官様がそうおっしゃったところで、この実験を断れば自分は神じゃないって認めたも同然だろ。海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとは、本当に怖がっていらっしゃるのだろうな。ならばやはりこの方は。どういうこと？フリーナってもしかして本当にこんな展開になるなんて想像してなかった。この思考の危険性を踏まえれば、フリーナ被告、従う必要など。うわぁ！ちょっと！僕は大丈夫だ。ほら見てくれ、僕の手は無事だ。僕は溶けなかったぞ。これで信じてもらえただろう。僕は正真正銘神なんだ。海水に溶ける普通の人間なんかじゃない。本当だ。シグウィン殿は、至急シグウィン殿を呼んでくれ。ほら緊張しないで、すぐ終わるから。どれどれ見せてちょうだいね。もう大丈夫だよ。シグウィン殿、検査結果を聞かせてもらおう。ご覧の通り、フリーナさんの皮膚の状態と息切れの症状から判断すると、彼女は原始大海の水による影響を受けてると思うのよ。高濃度の大海の水に接触した普通の人間と一緒くらいね。感謝する、シグウィン殿。さて、フリーナ被告も元の位置に戻ってくれたまえ。どういうことだ、今なんて言った？僕は大海の水に溶けなかったぞ。これでも証明にならないと。最初は確かにボア村長近くの海水をそのまま使おうとした。なぜなら、あんたはきっと今までのように逃げる選択をするってみんな予測してたからね。でもみんなで話し合った結果、やっぱり低濃度の人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたの。だって万が一予想外の状況があったらって考えたら、人が大海の水に溶ける光景なんてもう誰も見たくないもの。低濃度の海水を使って看護師長にも検査してもらえるようにしたんだな。
その方向で決めておいてくれてよかったぜ。じゃないとフリーナのやつ今頃きっと。そんな、まさか。聞いて、ねえ聞いてよ。これ以上そんな冷たい目で僕を見ないで。今のはなしだ。神であれば原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだって証明できないことだろ。それにだ、もし僕が本当にただの人間だとしたら、あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。僕は本当に神なんだ。はあ、これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。神じゃないだって。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。有罪だ。では、由子裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。由子裁定カーディナルの審判結果によると判決は由子による判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水刃、有罪、死刑。
死刑だって死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて、審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ、連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水人ではないことを証明することだった。ユシキはあえて水人という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。その、ごめん、邪魔して悪いけど、審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か？まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか？召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。ご苦労だった、フレミネ殿。石板を見せてもらえるかな？うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。なるほど、これで私も水人の罪について把握できたと思う。フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。あれ、水人の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水人じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし。
つまりお前の言う水神って、まさかフォンテーヌの本当の水神のことか？実際、この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが、そうだな。他の石板には何が書いてあったんだっけ。オイラも一緒に思い出すぜ。お前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか。びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んでその周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。人々が海に溶け水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。連続少女失踪事件の真相から、フォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも一つ目の石板に描かれた絵を見る限り、その昔水神の神の力によって純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。そうじゃな。
ないと思うぜ。いや、目の前の出来事は今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が水神とフォンテーヌ人に下した現在。海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。それも似たような出来事を象徴してるのかな。石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したことと、フォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。うーん、やっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポワ村長の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱ予言の石板に書かれてることは最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したらいろんな真相がわかるかもな。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいなら、オイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちはなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。全てのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それに失踪した少女たちも
純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判ではみんなが純粋精霊になってたって。ああ、そうだな。一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは由式の水神に対する有罪判決も水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は私たちを作ったこと？そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。状況と結構似てるしな。多分だけど4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。オイラちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にもとあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。全ての石板が揃った今もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけば、じきに真相は明らかになるだろう。どうだった？この真相は、フォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水神の罪について君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。
人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし、水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七姿勢としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み、疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論、水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。三つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからな。肝心なのは、石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり、純粋精霊ではないというところだ。人々は溶解していない。つまり、絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは、同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナリア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナリア殿は人々に囲まれ、とある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは、人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて
自らそれを実現しようとしてるってことね。どうしよう。予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら4つ目の石板にあることももうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。4つ目の石板に関して君はメロピデ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私はあの噴出は証明などではなくほんの兆しに過ぎないと考えている。災いを導く本当の根源を君はもう目にしたことがあるはずだ。今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。やっとやつと顔を合わせることができたな。
奴がここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。奴はこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神がフォンテーヌ人を創造した時、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大会を離れた後は大勢の民衆が集まる歌劇場がおのずと最優先の目標になった。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がってフォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの。ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのもあのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るにクジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアがあのクジラと腐れ縁があったことがまさかこんな時に役に立つなんてな。そういやクジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなおあのクジラは生き続け他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに。そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんてずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるは必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。一般的に予言は
神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。おそらく死刑執行の時間だろう。君は。すまない、その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ？ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう、僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた？ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは、天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう。すべての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に俗世の七執政である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ？僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃にようやく
僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も人を創造したことの原罪も何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんと言ったって僕もかつては彼女の眷属、あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。僕からすれば人間の存在そのものが美しい歌劇のようなもの。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は思い上がりたい時は思い上がって逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後、僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう？予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において、一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。尽きぬ命があったとしても精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。
そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。舞台に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。見切りました。見て。甘い。いや、難攻不落。逃げ道はありません。
フリーナ、フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。僕は君の目の前にいるよ。ちょっと待って。どういうことだい？君は鏡の中の僕？うん、その呼び方も悪くないね。ではこれから僕は鏡の中の君だ。鏡の中の僕？君は僕に何か用？予言のことを聞いた。予言？あ、待って。僕は知ってるみたいだ。なぜかはわからないけど、それは僕の頭の中に存在しているかのようで。人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ？僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のことだけははっきりと覚えている。予言の内容は本当に起きることなのか？そうだよ。これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ訪れる。すべてが予言通りになってしまう。逃げたって無駄だよ。それってすごく大変なことなんじゃないか？みんな死ぬのか？フォンテーヌ人として僕も溶けてしまうのか？心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人々に天気をもたらすためなのさ。君が今日僕に出会えたことだってまさにそうだよ。みんなを救う方法は僕が教えてあげる。ただその代わり、君はいくつもの苦難を乗り越える必要があるんだ。なんだ、救える望みがまだあるのか。本当にびっくりしたよ。君があんなに怖そうに言うからだよ。苦痛については、僕の頭に最初に浮かんだのは、確かになぜ僕がそんな苦痛を味わわないといけないのかってことだった。けど、どうせ予言が本当に実現してしまったら僕も死ぬんだろ？それに奇遇はこうして僕を訪れたわけだ。こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考える必要もないだろう。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、なんでもない。いいかい？
フォンテーヌは今水神を失ったばかりだ。君には新しい水神を演じてもらう。神を演じる？ああ、ずっとずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど、万が一君の身分がバレてしまうと、最後の希望もそのまま消えてしまうだろう。でも、そんなのどうやればいいって言うんだ？人の身分で神を演じて、全くバレずにいるなんて。安心して。君のやるべきことは、自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ、人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについてはよく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕頑張ってみるよ。それで僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい？この任務をこなすために君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで君が年を取ることはない。しかし、僕は約束しよう。ある盛大な歌劇のような審判によって、一切に終止符が打たれ、すべての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。すでに数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めて
ここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど無事思っていた通りに話せてよかった。次はこれが新しい水神？水立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい聞いたか、最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ。もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい。どうしてみんな僕を疑うんだ。まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた、人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、天津さえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい。ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。道理でここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて我が愛しの民よ、僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。罪の中に咲く正義こそ最もかぐわしい香りを放つのだから。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は完成と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあフォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。我が民よ、
君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ最低カーディナルの前でならば、僕、魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おおおフリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せるといい。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ないさ。どうしてもと言うなら、僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、ディオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く進めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そう言って聞かなくて。ねえ、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示している。
まあいい。今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。ほほん、そうか。神の領域に触れることだ。無理もない。とはいえ、彼らのその精神は称賛に値する。やっと一日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ。今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポワソン町の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きがあったら知らせるんだ。ふう、今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休もフリーナ様、こんなに近くでお話できるなんて本当に夢みたい。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると20代ほども前のディオデール夫人まで遡るそうです。それはいい、優秀な一族じゃないか。君のように敬虔な信徒、もとい敬虔な信徒の子孫に会えるのは僕にとっても最高に嬉しいことさ。そんな、恐れ入ります、フリーナ様。あれ、フリーナ様。ん？どうしたんだい？我が忠実なる民よ。
のですか？あれ？なんということだろう。気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ僕は水元素を司る神だからこれも仕方ない。なるほど、神であるフリーネ様のお力の現れだったのですね。それを直に拝見できるなんて身に余る光栄です。終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で無理する必要はないかもしれない。他に何を知ってるのかはわからないけど、あなたの民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。なんてそんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。私は見届けるもの。私に相談してくれればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。旅人の言う通りだ。彼女になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら、リスクを背負うのはフォンテーヌの民全員なんだぞ。ダメだフリーナ、利己的になるな。
でも、もし本当に平気だったら、フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。つまりフリーナでさえ真実は知らないと。計画の全貌を彼女には言っていないのか。ああ、天理を騙すにはまず己を騙さなくちゃ。彼女は本当に大したものだった。この500年、彼女の意志が少しでも揺らいでいたら、フォンテーヌは最悪の結末をたどっていただろうね。人間を信じる、やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半分程度に過ぎないのだろう。重要なのはこの状況でどうやって予言からフォンテーヌ人を救うかだ。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。君もとうに気づいているはずだろ。ユシ最低カーディナルがそんなに単純なものじゃないってことに。確かに私はユシキに自我が存在することを疑っていた。リネ君もあれのコアがある部屋から人の声を聞いたことがあるらしい。今にして思えば、君が自分の意識をユシキに隠していたのだ。そうだな。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったままユシキと一つになったんだ。でも、君のユシキに対する理解は、まだちょっと浅いかもね。実を言うと、ユシキは正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。その本当の役目は、正義の神を殺すことさ。なんだと？ああ、いやいや、正確には正義の神をカムクラもろとも破壊する機械と言った方が正しいかな。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見て、ただのうのうと楽しんでるだけの輩じゃないんだよ。
この500年、僕の役目は、ユシキに立証混合エネルギーを蓄積し続けることだった。もう気づいている人もいるみたいだけど、ユシキが生み出すエネルギーの中で、フォンテーヌの都市に使われているのは、ほんの一部だけさ。残りのほとんどは、すべて蓄積されてきた。今日の死刑執行のためにね。今日の審判も死刑も、やはり君の計画の一部だったか。500年間、フォンテーヌの民が何千年も何万年も使えるほどのエネルギーを、ユシキに貯め続けてきた。そんな膨大なエネルギーをもってして初めて、天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊し、水神の神倉を破壊するための隙が生まれるんだ。ゆえに、有識が出した結論において、死刑に処されるのは、フリーナでもフォカロルスでもなく、水神というわけか。水神の神倉を壊す。私の思い違いでなければ、まさか君は。もちろん、君にはもともと属するはずだったものを返すつもりだけど。言い換えれば、すべては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。だな。なんだい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今まで、それほどのことをしてきたのは、すべて、自らを犠牲にする、それだけのためだったのか。そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は、天理を騙せたことに、すっごく満足してるんだ。水流、水流、泣かないで。できることなら、僕が天理を審判したい。だって天理は、エゲリアとほとんど変わらない罪を犯したわけでしょ？エゲリアが奪ったのは、原始大海の力。天理が奪ったのは、君たち古竜の力だ。僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。それこそ正義を貫く、正義の名に恥じぬやり方さ。正義といえば、僕はこんな風に考えている。正義とは、人類の存在そのものを遡る過程だと。原始大海の力を奪ったのが、フォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正誤は別として、フォンテーヌ人が人として生まれ、この世に存在する資格こそが、フォンテーヌの原初の正義だ。言い換えれば、存在がエゲリアの正義だ。でも、僕にとっての正義は、存続なのさ。予言を打ち破り、
フォンテーヌの人々を生かすこと。今はそれこそが全てを超える正義であるべきなんだよ。だけど今まで僕も全てのフォンテーヌ人も気が遠くなるほど長くこの罪を背負ってきた。最高審判官ヌビレット、元素竜の全ての力を取り戻した後、君はどんな判決を僕たちに下すのかな。当時私をフォンテーヌ邸に招待し最高審判官の地位につけたのも、今となって考えれば君のアイデアだったのだろう。この立場の本当の意味を理解した。今になってやっと。もとより私は人間になど興味がなかった。だがこの500年人間と過ごしたことで、種族を超えて理解し合い彼らの気持ちを感じられるようになった。ずるいな、ホカロルス。今さら私が有罪判決など下せないことを君は知っているのだろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければなんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。
今何が起こったの？まさか死刑の執行が終わったの？この激しい光は何かの目くらましかい？なんだか今とんでもないことが起こったような気がするよ。みんな無事で海にも溶けてないんだから、きっといいことかも。そろそろ終わりにしよう。あのクジラを中罰する。え？でもあのクジラは倒せないって言ってたよな。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら私はこの星の原始大海の力をクジラの体内から剥離させられる。今こそ追撃の時。旅人、ユシキの機能が失われた今、正義を執行するために処刑人が必要だ。フォンテーヌの全ての災いの元凶、予言を具現化した凶獣、その名も鈍性のクジラ。さあ、私についてきてくれ。処刑の時間だ。Thank you.